TikTok で話題のナスほほみが28日、都内で開催された自身初のスタイルブック、ほほみブック。発売イベントに出席、囲み取材にて、同志への思いやファンへの感謝を語った。本作は、ナスの圧倒的に可愛い最強ビジュアル、画像文に堪能できる写真はもちろん、知られざるパーソナルな部分まで楽しむことができる一冊。 ナスは本作について、普段の SNS の漢字とは違って、素の自分が見せられた一冊かなと思います。語ったことないことも語ってたりするので、ぜひ見ていただきたいです、と笑顔を見せた。スタイルブックを出すことが夢だったというナスは、撮影でのエピソードを聞かれると、地元の福岡で撮影したりすることができて、 あと、13名のクリエイターさんに手伝ってもらったんですけど、本当に地元で撮影できたっていうことが、めちゃめちゃ嬉しいことでした、と回想。今後の目標を聞かれると、いろんなことが本当に楽しいお仕事で、いろんなことに挑戦できるのが本当に楽しいんですけど、バラエティとか CM とか、本当に撮影が楽しくて、エガボルトとかも、 今後もそういうことをやっていきたいなと思うのと、新しい挑戦としては映画だったり、もっと自分にできる大きなことをしていきたいなと思います、と明かした。その後、スタイルブックのお気に入りのページやこだわったポイントを質問されると、朝起きてすぐに撮った一枚があるんですけど、自分があまり足を出すことがそんなにないので、ちょいエロな写真も見れるよみたいな、笑、と美脚をあらわにしたショットを紹介。 さらに、ちょっとセクシーな部分も見れるし、こういうエンジェル系なものだったり、大人っぽい顔も見れるので、結構いろんな顔が映っているんですよ。それを見ていただきたいですね、と見どころを明かしていた。さらに、活動に対する周囲からの反響に話が及ぶと、ナスは全部見ていてくれて、全部応援してくれているので、テレビも全部録画してたり、ちょっとしか出ない時も全部録画してくれてたりするので、 友達、そして家族、おばあちゃんとかも応援してくれているので、本当にありがたいですね。これからももっともっと笑顔を届けられるように頑張りたいです、と感謝。ファンへの思いを聞かれると、本当に皆さんのおかげでこの本を作ることができたし自分がいるなって思うので、心の底からありがとうっていう言葉と、みんなのおかげで私がいるので、 一つ一つの発言だったりが力になっているので、これからも応援よろしくお願いします、と呼びかけた。